今回はマジシャン X という 3D プリンターをご提供いただいたのでレビューしてみます。こちらが内容物となっています。付属品は SD カード、マニュアル、PLA フィラメント、工具、ネジ、予備パーツ、電源ケーブルとなっています。紙のマニュアルは英語ですが SD カード内に日本語版があります。図が多くて日本語翻訳もしっかりしているので問題なく使用できそうです。早速組み立てましょう。 3D プリンター本体のベース部にヘッド部を乗せます。ベース部裏側からネジ止めします。ベース部横側からもネジ止めします。フィラメントホルダーをはめます。コードを接続します。こちらもネジで固定します。モーターのコードを接続します。ヘッドのコードを接続します。これだけで組み立て完了です。楽すぎて驚きです。起動してみます。まずはノズルとベッドのプリヒートを見てみます。フィラメント素材に合ったプリセットから選びます。プリセットの温度は自分で設定することができます。ノズルの温度設定、ベッドの温度設定、変更の幅は1度5度10度から選べます。自動レベリング調整をしてみます。これで自動レベリングは完了です。ちなみにもしも Z 軸の初期位置調整が必要になった場合は調整ができます。調整してセーブすると電源オフにしても保存されるので再度調整する必要がありません。フィラメントを入れます。ここのロードを押すとフィラメントが入ってきます。フィラメントを入れてロードを押します。フィラメントのセット完了です。これで印刷できるようになりました。スライサーソフトの設定をします。プリンターを追加します。カスタムを選択して名前を付けます。マニュアルに従ってそれぞれの数値を設定します。これで設定が完了しました。次に印刷設定をします。この設定のプリセットが用意されているので読み込みます。この PLA プラスがプリセットとなっています。読み込みが完了しました。プリセットの設定を見てみましょう。こちらがその印刷設定になります。印刷速度がゆっくりめで失敗しにくい設定となっています。なかなか親切ですね。ベンチマーク用の船を読み込んでスライスします。印刷してみましょう。出来上がったので取り出します。ガラスプラットフォームですがしっかりくっついています。これまでシートを使っていたので安心しました。ここで気になる点がありました。プラットフォームが異常にガタつきます。プラットフォーム下のナットを回すと調整できるそうです。
調整します。カタカタしなくなりました。これで安心ですね。少しゴミが減った気がします。大きな差はないので、そこまで神経質になる必要はなさそうです。調整後に印刷した船を見てみましょう。綺麗に印刷できていますね。アーチ部も潰れていないです。このレベルであれば、私が普段作っているもの程度なら十分な精度です。糸引きも非常に少ないです。フィラメントと調整によっては糸引きなしもできそうな感じです。早い速度での印刷結果になります。クオリティは少し下がりますが、破綻せずに印刷できています。ここの斜めの円筒部のクオリティダウンが一番目立ちます。ですが、この程度であれば試作時に印刷速度を速くしての運用ができますね。ちょうどミニ四駆のキャノンボールがあるので、大きなタイヤを印刷してみます。材質を変えるのでフィラメントを交換します。引き抜く時に詰まっているので、一旦押し込んでダマになっている部分を溶かします。また引っ張れば簡単に抜けます。ギアを開放できるので、フィラメントを抜く作業がかなり楽です。フィラメントは TPU を使います。この 3D プリンターはダイレクト押し出し機なので、柔らかいフィラメントが使用できます。曲がって入りにくいので、ゆっくりと入れていきます。フィラメントのセット完了です。印刷しましょう。 TPU フィラメントは印刷速度が速いと失敗するらしいので、 PLE の半分以下の印刷速度にしています。印刷ができました。 TPU は難しいとのことですが、一発で成功です。設定も印刷速度と温度、引き戻しをしか変えていないので驚きです。これから気軽に TPU を使えるようになったのは大きな収穫です。早速取り付けます。寸法もバッチリです。めちゃくちゃいいじゃないですか。やりたいこともできたので、この 3D プリンターの特に気に入っているところを紹介します。まずは自動レベリングですね。 Z 軸の初期位置調整なしでも一発で問題なく印刷ができました。初期位置調整が必要な場合でも、その調整が保存されるので、それ以降は起動後の自動レベリングだけで印刷を始められます。次はギアの解放が楽な点です。フィラメントが詰まるときは、ここの歯車でダマが引っかかっていることが多いので、ヘッドの分解なしにここにアクセスできるのはかなり楽です。プラットフォームがガラスなのも良い点です。ガラスプラットフォームだと、印刷物の底面がツルツルして見栄えがかなり良いです。シートタイプだと、底面がシートの形状に従ってざらつきます。とは言っても、シートタイプはシートを曲げて印刷物が取りやすいメリットもあるので、そこは一長一短です。細かい点で言えば、プラットフォーム下の本体天板がツルツルなのが個人的にグッドです。3D プリンターを使っていると、こんな感じのゴミが出てきます。これらをさっと取り除けるのが楽です。天板がないとこうなります。特に良くないのが、放熱穴から基板へフィラメントのゴミが入ってしまいます。あとは下に落ちたゴミを拾うのが面倒です。この 3D プリンターの特徴的なので言うと、小物入れがあります。工具や予備パーツ入れにちょうどいいですね。あとはインターフェースが充実しています。地味に日本語化もできます。次に気に食わない点です。このプラットフォームのグラグラはビビりました。ここの調整方法はマニュアルになかったので、レアケースでないのなら書いてほしいところです。細かいところでは、タッチ後のディレイがないため連続タッチ判定が暴発します。気に食わなかったのはこのくらいですね。まとめです。良い点はこんな感じです。とにかく 3D プリンターを使用する上で、発生する面倒なことをできるだけ解消しようとする姿勢が見えました。一見大きな点ではありませんが、毎日使う場合はとてつもなく気になる点になっています。こういった点ではヘビーユーザーに向いていると思いました。一方で初心者にも扱いやすいと思いました。組み立てが楽すぎる点や、マニュアルと 3D プリンター本体が日本語化されてる点、プリセットが用意されている点などですね。あとは TPU ですら一発で印刷できたのは驚きでした。次に悪い点です。マニュアルに載っていない調整方法がある点と、操作パネルが洗練されていない点ですね。
ですが、これらは PDF ファイルに追加したりアップデートしたりと改善できる点なので問題には感じませんね。以上でレビューを終わります。こちらの 3D プリンターは現在クラウドファンディング実施中なので早割が可能です。概要欄にリンクを貼っているので気になる方は見てみてください。それではまた。のし。